どうもミスター X です。今回ですね、トップバズ塾3日間の販売、誠にありがとうございました。このトップバズ塾っていう動画ですね、シリーズもので撮らせていただいたわけなんですけども、これで30は超えたのかな、30は超えたと思うんですよ。でこの30話の中で1話でも見ていただいた方がいらっしゃったらですね、この場をお借りして本当に興味を持っていただいて、この動画をですね見ていただいたというだけで、ご縁が持てたということで、まだお会いしたこともない、お問い合わせもですねまだいただいてない方もいらっしゃると思います。でも、この出会い、動画で発信しているからこうやってですね、見ていただいているということに今感謝しながらですね、明日から月曜日ですけども、頑張ってお互いですね頑張っていくと、私は明日からも動画、こうやって動画を撮りますし、結果報告もしますし、あとは何だろうな、もちろんトップバズもしますし、でそしてトップバズで作った資金を大きくしていく企画というか、なんて言うんでしょう、戦略ですね。戦略も練っていくと、それも仲間とですね共有しながらやっていくということで、日々ですね、何を考えているか、日々考えてないとそれは実現化しないっていう、思考は実現化するっていう、ナポレオンヒルのですね言葉もありますけども、全ては、一冊の本から始まったんですよね。このトップバズ塾に至るまでに、いろいろあったんですけども、このトップバズ塾が始まるきっかけっていうのは、世界一ふざけた夢の叶え方っていう、翡翠小太郎さん、大島圭介さんじゃないな、翡翠小太郎さんと、ですね、あと2人いたんだけど、ちょっとど忘れしましたけども、の本ですね、3人の協調でしたね、共作になってました、3人で書かれた本だったんですけども、ここで3人で、実際は4人らしいんですけど、4人で夢を応援し合うと世界最速で夢が叶うという本なんですよね。でそれを私読みまして、変なトップバズおじさんにもシェアをし、変なトップバズおじさん、私ですね、淀川のおっさんですね、淀川のおっさんにシェアをし、そして、ミスター O にもシェアをし、それがきっかけで、予祝っていうものを始めてですね、でその延長線上で、予祝を始め、そしてそのトップバズっていう情報を私がキャッチし、でそして仲間にシェアをし、そして、ここまで来たと、続けてきたというところなんですね。ですので、まだまだ道半ばです。でここでお伝えしたいのは、本を読んでも行動しないと変わらないということですね。皆さん本をたくさん読んでる方もいると思うんですよ。本を読む、成功したい、成功した人の本を読む、でも何も変わってないと思います。それはなぜか、行動してないんですよね。本を読んだ後に行動をしていないというところなんですよね。でじゃあなんで行動できないかっていうと、一人だからなんですね。一人だからなんですよ。この本を読んでいただければ分かるんですけどね。で、結論から言うと、仲間でやればなんとかなるってことですね。なので私も仲間でやれば今なんとかなると、本当にですね、日々行動していて、その確信が深まっているところです。なので、そのやっぱり一人でも多く
これに気づいてほしいですし、仲間をですね、一人でもご一緒にお仲間としてより良くなっていきたい。でもやっぱりニーズにはもう1000人も2000人もとかです、無理ですから、まあ、いつかですね、どこかで仲間の募集というのも打ち切りになると思いますし、まあ、今は全然そういうことはないですけども、このタイミングでですね、トップバズ塾ご一緒できれば私も最高ですし、必ずですね変わる、これは間違いないです。トップバズやれば稼げますから、はい。まあ、それは我々の日々のですね検証結果を見ていただければ、トップバズの検証結果を見ていただければわかるのかなと思います。はい、では長くなりそうなので、まあ、この辺で終わりたいとは思うんですけども、まあ、ぜひ気になってるっていう方はお問い合わせで結構です。お問い合わせをいただいたら明日以降でも入塾なんとかなるかもしれません。それは仲間に相談しますので、とにかくお問い合わせしてみたいんだけど勇気が出ないっていう場合はぜひお問い合わせをお待ちしております。では最後までご覧いただきましてありがとうございます。